はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。異世界の主役は我々が実況をプレイ続けていきたいと思います。はい、クエストをこなしまして、これクエスト残るのかな、残らないんかーいバグってるように見えるけど軍兵生はバグったままなんですけどね、まあ、深く追求せずに次行きましょう。次の場所に向かいます。なんだっけ、あ、治ってる。あの橋壊れとったのに治ってる。いつの間に。さて、残るは東の橋と西の橋ね。行きましょう大先生。はい、じゃあまあそれ近くにあるんで東の橋から行きましょうか。一応セーブしてバトルとかあんのかな。おお、東の橋じゃなくて東の壁だった、ごめん、間違えたわ。わあ、巨人がぶっ壊すパターンかな違う、違う作品ですね。全然見たことないからな、私。あれは私、ちょっと、モノ本は全く見たことないけど。なんじゃこりゃ、でかい。どうやって、どうやって、よく作れたね。ここが戦争の最前線、東の壁よ。どっちの化け物を食い止める巨大壁。巨大壁？どっちもいいや。ここのおかげで王国は守られているわ。その割にはスライムガンガン来るけどな。いや、攻め込まれてましたやん。てか、そこにスライムおるんだけど。あれはうまく壁をすり抜けたほんの一部よ。ふむふむ、とにかく危険な壁ということは分かった。一刻も早く帰りたい。あんだけモンスターいるのにな。あら、ここにも困ってる人がいるみたいね。大先生、助けるわよ。ほう、ほう。全員のやつを。うん。きつー。ドンロースきついよ。はい、それは大丈夫だけど、それは余裕ですけれども、他なんかこのテントが入れるのかな。入れない。そこのスライムさんは何なの。これが問題だよな。蜂蜜と食用コウモリ、トンロース。トンロースが問題だよな。トンロースさっき1個使っちゃったし、1個しか、蜂蜜もある。あとなんだっけ？蜂蜜と食用コウモリ。蜂蜜と食用コウモリ。食用コウモリ。売っちゃった！バカ！売っちゃった！蜂蜜とコウモリ倒して、で、多く倒さなきゃいけない。オッケー、わかった。まず、トンロースの方行こうか。結構オークさんなかなか出てこないんだけどな。おし、ちょうどオプロテさんのレベルも上がった。これでトンロース5個。どうしてもトンロースって言っちゃうんだけど、多分豚ロースが正解だろうな。なんでトンロースって言っちゃうんだろう。どっちでもいい気がする。で、あとコウモリの羽が5個ですね。ここは、え？やべ、入れねえ。くっそ！マジか！やらかした！あ、でもここに、いや、ここに多分コウモリ出なかったと思うんだよな。やらかした！くっそ！売らなければ。余裕で。あれできたのにもういいや。ああ、豚ロース集めたけどもういいです。豚ロース集め、でもコウモリ、出なかったと思う。あそこの近い席にしか出なかったからな、くそ、あそこに物を売ってしまったのが運のつき。そういうこともある。気にせずに行こう。1個クリアできればいいんだから。とりあえずなんだっけ？ああ、これ先行こうか。これ先行かないと、あそこの左の兵士の、話を聞いたら終わっちゃうだろうから。うっかりさ、うっかりっていう言い方あれだけど、こう変えたりしないないよね。あ、うるさい、うるさい。賛成、賛成した、賛成した。落ちてないしだろうしな。あ、これから上に立つのは教会の連中になるのかな。あいつらうさんくさくて嫌いだ。どうせ人はみんな平等にとか叫んで農村も援助するんだろう。農村の土地は完全に死に、若者も数えることしかいない。噛みすぎ。あんなとこ助けてやるだけ無駄だろうに。こいつ、モブのくせに口悪いな。いや、モブだからって、全部の口がいいとは限らんよ。一応話も聞いていこう。度重なるどっちの攻撃に、この国はボロボロです。さらには村の腐敗した土地をどうにかしなくては、問題はまずみですね。これからこの国は変わっていくことができるのでしょうか。
ですが、教会の騎士の方々、そして枢機卿、彼らが必ず導いてくださると信じています。この国も大変だな。まあ僕には関係ないが、でも教会にペコペコして働くとは疲れる。早く平和にならないかな。ここはやっぱり酒場ですね。あ、ちょっとキラ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 、一応お話を、あ、仮テントよいしょ。もう枢機卿いないしな。ちなみに、はい、あ、入れないんかーい、入れないんかーい。ここは入れないか。オポロイテさんが一緒だったら入れるっていう可能性はなかった。ほんでや、よいしょ。この人は、国王は私の娘を風俗嬢として奪っていた最低な人でした。バニーガールのあれか。マジで最低だなあいつ。ですが、ここまでたった一人で国を導いてこられた。それは本当にすごいことです。昔の人は王のいない国を作ったそうですが、その国が文明を滅ぼしたんでしょ。過去の過ちを繰り返さないというのですが、まあ、いるっちゃいるっていうか、なんて言ったらいいんだろうな、あれは。人は複雑高度化した科学を制御できなかった。教会の連中が言ってることは正しいと思うよ。これは変わらんかな。これは変わらんな。よいしょ。教会の連中がクーデターか。宗教国家になるのは嫌だな。徴兵されるよりはマシだけど。どっちかを選べよ。コネ島を暗黒時代の危険な兵器を復活させようとしたそうですね。ですが、今まで王様が一人でこの国を導いてくれたのは事実。兵器復活も動員令を出されたのもきっと深淵なる考えがあってのことでしょう。深淵なる考え。教会は王様をどうするつもりなのでしょうか。飾り。なんだかんだで信頼を集めていたんやな。く、一体誰なんだ。彼をあんなに豹変させてしまったのは。はい。はい。もう何も言わんわ。どうしよっかな。お城に、あー、いけない。はい。で、これでクエストの、よいしょ。おや、私に手紙ですか。ふむふむ、なるほど。お元気そうで何よりです。どうかよろしくお伝えください。簡素やな。なんか、感情がないっていうか、なんていうか、なんとなく、なんか、おめえ自分で行けよっていう感じ。あ、まあごめんね。なかなかそこからね、離れられないからだろうけれども、なんか行って損した気分になったわ。んーで、一応先にこれかな？どっちの敵？あーん！ごめん、使ったばっかだった？クトが使ったばっかりでした。おお、結構頑張ってたけど。お、大蛇さんの。あはははは。あはは、あ、食べない。足が遅いから。まだ出るんかーい。ボコボコやないかーい。ほいほいほい。まだいる。すごい出る。すごい出てくる。おー、いける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 、うぜー、めっちゃ出る、めっちゃ出る、すごいいっぱい出る。まだある、まだいける、まだいける。まだ黒い悪魔さんとか出てないし。クッドがもうガンガン使っていく。まだ出る、すごい、すごいいっぱい出る。ちゃんと殴ってよ。オッケー。え、まだいる。玉切れはいつ？いつ玉切れするの？あー、くそ。いつ玉切れすんの？下げてる場合か。いつ玉切れするの？おお。怖かった今。では、手話。一回外出たら回復するからね。で、セーブちょっと上の方にしようか。ヘイ。体がかゆい。なんで？いいことしすぎてアレルギー反応か。え？やればできるじゃない。あとは投票箱の設置ね。うっ、マジか、強制か。かっけ。かっけ、師団長かっけ、クソ、三つともいけると思ったら一つだけだった。王政府がどうしたんだ？
王都でクーデターだそうです。王都からの情報が錯綜しています。教会が武装蜂起したとの噂も噛んだ。あ、教皇が認めた王に教会が反逆するか。騎士を呼べ。おう、おお、これ漫画でねパッと出てきた時なんかあれなんかちょスパラタクスに似てるなとか思ったけれども、かっけ。ということで教会は王政と戦闘に入った模様です。終わってっけどな。なるほど、王政の旧科学時代兵器の復活か。禁、しかも条約違反だな。禁忌だった。なんか私よく禁忌って言い間違えるんだよな。しかも条約違反だな。国王陛下は一体どうされたのだ。親衛隊の暴走じゃないか。あそこの隊長教会嫌いだしな。で陛下は不明です。さてここで困ったことが起きている。諸君、何ですか師団長。二つの命令が来た。というと、一つは騎士を逮捕しろ、一つは騎士に従えだ。一体誰が送ったんだろうね。二人の人物が送ったってことだよね。どちらか一つを選ばなくてはならないのか。と言っても戦友を逮捕するのは、私は師団長の指示に従います。ここまで戦った戦友です。師団長を信頼します。かっけ騎士殿。おっと、登るん大変だったろうな。はーい。はーいって、おお、あなたは炎の騎士。というわけで選挙やりますんでよろしくです。王のためにもよろしくね。わかりました。第5師団一同熟慮して投票します。第5師団なのかと言ってもしばらくは兵士たちの説得になるでしょうが、騎士様には感謝しかありませんが、我々は今まで王への忠誠から命を懸けてきましたので、王国軍の兵力としての使用はしばらく不可能。危険ね。こんな時に来たらどうすんだろうね。それにしてもたっけな。これは簡単に乗り越えられないだろう。おお、あー、いる、気持ち悪。なんすかこれ。無理、ビジュアルが無理。あそこが教皇様の居場所よ。大変なことになっておりますが、もう何が起きているか、何がいるのかもよくわからないわ。こりゃ逆襲してもどうしようもないのでは。やめときましょう、こういう虫的なもの。無理。虫なのあれ。性質で浄化するわ。そんな力あんの。そんな便利なのそれ。奇跡だから当たり前でしょ。いやちょい待って、もう見るのも嫌ですわ。あら、教皇陵を奪還できたら私と付き合えるのよ。あなたなら命をかけれるんじゃない。性欲が減退しました。それは光栄ね。でも約束は守るんでしょ。それとも幸福にならない約束は無効かしら。そんなことありません。めっちゃ頑張ります。先に下の行読みそうだった。ごめんなさい。このままだと、この狂信女とこの狂った世界に出撃させられる。やだ。なんとしてもそれは避けなければ。良いポスト。良いポストを。ポスト言うな。ああ、ここで？さて、残るは西の端よ。投票箱を置きに行きましょう。はい。あ、ちょっと待って。クエスト、入れるか？入れる。よかった。クエスト。ん？ああ、投票箱。何かと思った。はい。伝わったんじゃないかな。ここがクリアできないのがマジで、ごめんなさいね。まあ、報酬お金だからいいわ。お金だからいいわとか言ってしまったけど、まあ、ライセンス制だったらお金ってなると思うけど。この世界売れば結構金入るし、今のところお金を使う用途もないしな。ってことで、あー違う！違うけどキラキラ取っていこう。うっかり入っちゃったよ。まあ、ちょっと、多く倒して、ね、結構時間使ったので、ここは入っていきましょう。こっからまた話が長いかもしれんが、頑張れ。おこの向こうにはなかなか行けなさそうだよな。着いたわね、西の端よ。向こうも小根島領が続いてるのか。ええ、ただし向こうは自治領よ。自治領。ええ、隣はトントンタウン、その向こうはヒトランブルク、さらに川を越えてその向こうは、
わかった。とにかく従属した町が広がっていることはわかった。ええ。だから橋の向こうには選挙箱を置かなくていいわ。いいの？だけど、どうやらまた困った人たちがいるみたい。大先生、手助けするわよ。ち、従うしかないか。また、あれか。一応話しかける？この先はトントンタウンです。行きたい。行けない。行けない。行きたいけど行けない。悲しい。とりあえずどんな内容かを見て。指は森のどこかに落ちている守りの指輪じゃない。愛の指輪を拾ってくる。っていうことは、あの、巨大ストライムのところかな？はあ。は？土のせい？誰だ？土のせい？小さな森もしくは、あれかな、始まりの森あたりにいそうなイメージかな。森にいそう。っていうか、そこしか入れないしな。全く見たことないぞ。どうやって、エンカウントするかな？強気に会うの。一撃？一撃となると、闘志を貯めればいけそうかな？とりあえず、森に行ってみようか。小さな森よりはなんか、こっちの森の方がイメージ的にって、土のせい。しかも5体ゲットでしょ？結構きつそうだな。早いな。早いな。ちなみにだけど、あ、特に、ね、特に面白いな、あれはなかった。え？待って、まず、土のせい、一切見たことないんだけど、まあ、とこは、割と高速で通り過ぎたからなぁ。そんな探索はしてないけれども、でも一切見つけてないっていうのとなると、本当にガチで、エンカウント難しいんじゃないのか？これは、あれか？カットか？カットしよう、するしようか。多くは、多分ってか、オプライテさんのクトガで一発でいけたから、それでなんとかなるはず。クモさん殴って、クモさん頼むから殴って。お願いだから殴って。ほんとお前、クモ。頼むから殴ってくれ。土のせい、どこにいるんだろう。なんかこういう隅っこあたりにいそう？出ないね。これはカットだな。カットで、探しますわ。探して、もう時間もあれだし、次回回しにします。そうしましょう。はい。じゃあ、そのタイミング出てきたりしてないかなと思って、一応切るまではあれしてるけど。いや、マジで出てこないのかな。小さな森なのか多くの、でも、小さな森は多くがなかなか出てこないから、こう、エンカウント率低そうっていうと、こっちの方がなんか出てきそうなイメージはあるけど、マジでここで何時間粘っても出てこなかったら、小さな森も探しましょう。どうしよう。OK。はい。じゃあ、とりあえず、はい。今回の動画はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。